皆さんこんにちは、金子秀樹です。坂井亮太です。金子コーチ、はい、細かいことなんですけど、うん、ストロークで構えてる時に、うん、まあ、金子コーチは両手ですけど、はい、こう構えてる時、うん、フォアで構えてる、バックで構えてる、いろいろあると思うんですけど、うん、この左手で、はい、スロートって持ってますか？スロート、うん、あのすごい気にして持ってるよ。両手でもやっぱりここを持ってますか？僕はそこを持ってもらいたい派。お、うん、こうじゃなくて、そうじゃなくて、はい、うん、タイ・バンコクで一緒に働くスタッフを募集しています。興味のある方は、一度ご連絡ください。お待ちしております。なんか理由みたいなのあるんですか？理由はやはりラケットヘッドの重さを感じたい、こういう風に、はい、うん、でここ持つとやっぱこうちょっと上がる、あんまこうは持たない、持たないですね、うん、だからスロート持って、ね、うん、だなんかリストワーク柔らかい人とか、まあ、当然シングルハンドの人はここをスロート持つんだけど、はい、まあそういう人がここを持つで、うん、結構ね、あの気にして見たことがあって、はい、男女共催の試合で、はい、ちょうどこの試合やってる時気にして見てみたら、はい、男子の選手はここが多い、スロートを持ってる、スロート持つ選手を、はい、まあ理由としてはこのフォアの入り方もあるし、はい、まあ、これどちらかというと女子の選手のこの多いのがここ持つんだけど、うん、その理由としてはバックで攻撃することが多いのかな、うん、というのが理由かなと思って見てる。うん、うん、なるほど。だ男子の選手は結構ここを持って、両手バックハンドの選手、はい、ここを持ちながらこう入る選手が多い。今パッとされてましたけど、うん、じゃあまあフォアはそのまま入るじゃないですか、うん、バックの場合はこの位置から左手を下ろしてきてってことですか？そう、下ろして、うん、あとはやはりそのスライスもディフェンスで必要になってくるっていうのもあるのかもしれないね。なるほど。打つのかスライスでこうしのぐのか、うん、で多分男子の選手の方がしのぐ機会が多いのからそういう風になるのかもしれない。なるほど、うん、まあ片手の選手はもう絶対にスロートですもんね。そうだね、あんま片手の選手でここ持つ人はいないよね、はい、まあ、必要性もないですしね、うん、グリップチェンジもしやすいとかあるんですかね、うん、そう。で僕はフォアのこのフェースを安定させるためにもスロートを持ちたい。この根元でこう変えようとするのではなく、はい、うん、こっちでこうコントロールしたい。あ、こういう風に。なるほど、うん、今ちょっと見て気づいたんですけど、うん、人差し指をフレームにこう当ててるんですね、ちょっとこういう風に、うん、はい、でここに当てる人もいるじゃないですか、うん、ガットのその触ってる感じでこう フェースの向きを知りたいとか、うん、片手でもなんかこの辺に当ててを知りたいとかってありますよね、うんうん、ここは金子コーチはちょっと人差し指を伸ばしてる派ですか？そこはねあんまし気にしたことないんだけど、はい、でもこういう風に持ってる、ね、あ、伸びてますね、なんかね、うん、こういう風にで、やはりラケット変えてやっぱ気になる人は、はい、うん、前ザラザラだったのにツルツルになったら嫌だとか、はい、そういう人もいるみたい。ここの感触が、ここの感触で、だから意外と僕はすごいなんかナイーブなとこなんじゃないかな。なるほどなるほど、うん、はい、結構気にしていいところなんじゃないかなっていうふうに思うけどね。もう本当スタートの部分ですもんね、うん、ここの部分でこう構えるときに入るときになんか、まあ、面の向きは意識しやすいですよね、うん、まあ、それこそね錦織選手なんかもうここは感性だよね。こういうふうに、はいはいはい。あとは、まあ、さっきのこのリストを柔らかく使いたいっていうのもあるんだけど、はい、これはねメンタルタフネスの時に結構言われたんだけど、できるだけまあ打つ方のその腕を使うなっていうふうに言われた、はい、だからあのポイント感は僕ラリーは右利きなんで、はい、こう左手で持つようにして、できるだけ右手で持たない。なるほど、うん、でできるだけこういうふうにして、はい、こう左で持つように。なるほど、うん、そういうのも含めて、それはメンタルタフネスの視点でも関係するのかもしれない。今もあれですもんね、スロート持ってますもんね。そう、こうやって、まあ、これはもう意図的に持つようにって言われて、あ、ここを持つように、はい、こういうとこじゃなくて、じゃなくて、うん、ここを持つように、そう、そこを持つように、うん、でプレー中もできるだけここを持って、うん、こうなんかこうダラーンとしこのハンドを使いたいんだよ。あ、こういう、はい、うん、この勢いですか、そのハンド、はい、うん、これやっぱりここ持ってたらそういう使い方難しいですもんね。難しいかな、立っちゃってる。あのでも男子の選手でもいるけどね、うん、いるけど、ね、こうやっといてこういう風に入っていく、うん、どちらかというとバックがこう得意な選手はこう持つ傾向があるのかな。あ、なるほど。でもやっぱりスライスを打たないといけないから、うん、ここから
こうよりもこっからこうの方がいいよね、はい、うんうん、まあ、あとはスライスの切り替えとかそういう利点も含めてここを持ってもらいたい、うんうん、こう入るのかこう入るのか、はい、うん、意外とやっぱりあの僕らなんか普通にやってますけど、うん、まあ、金子コーチはそうやって気にして結構持ってたってことですよね、うん、そう、うん、でやっぱね、テイクバックの時こう入んのかこう入んのかこう入んのかっていうのもいろいろ考えてる、うんうん、今はね少しこう小窟に入れるからちょっとこういう風に入るのかな、はい、こういう風にも入ったりもしたことあるし、はい、うん、スロートの持ち方一つでも、うん、だから一回気にしてもいいと思います、はい、一般プレイヤーの皆さんも、はい、うん、そうですね、うん、全然そのプレーも変わる可能性ありますよね、うん、そうだね、僕はラケットヘッドが落ちるからスピンかかると思うけどね、トップスピンが、なるほどなるほど、うん、自然とこう落ちるこの動作ですね、うんうん、でまあね、あのラケットヘッドがリストよりもこう低くこうなって人差し指で感じれてっていう風になると思うから、うんうん、さらにこうリストワークの柔らかいプレーにつながるんじゃないかなっていう風に思います、うん、なるほど、うん、ぜひ皆さんもスロットをいろいろとご自身で確かめてください、はい、もしこのスロットを持って変わったっていう方コメントお待ちしております。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。